5位と4位上位対決でした。まずは12分の大宮になります。フアンマからバラダ、そして先発起用の奥抜きのゴール。バラダ選手がボールを持った瞬間の奥抜き選手の、ね、動き出しがまず良かったですよね。でそこに対して、まあ、いいボール入って、まあ、ファーストタッチが、ね、どうしてもそこ外向きに行くような、シチュエーションで背後を奥抜き選手取ったんですけれども、最後のところトラップの後のここのシュートのシーンで逆サイドに、ね、よくこうボールをコースに流し込みましたよね。25分の京都です。ここは左に回った先頭一味から戻ってきたボールを見事決めました。先頭選手と一味選手との関係、このワンツーでの、ゴールなんですけれども、最後のこのシュートのところ、先頭選手のね、この一味選手から落としのボールをうまくこのバウンドを合わせたなというシュートね、シュートでしたね。そして39分の大宮、まあ、奥井からのボール、吉永、そしてフアンマ、三角、そしてこの川津の見事なゴールでした。本当にこうスーパーゴールですね。ですね。この落としも丁寧でしたしね、まあ、少しこうインにかかった外からこう内に入ってくるようなシュート、これは清水選手ね、なかなか止めることは難しかったと思いますね。2対1大宮リードで後半へと入ります。56分の京都です。福岡からというところになります。まあ、庄司選手が入ってこの背後スルーパスっていう回数がだいぶ増えてきたんですよね。そうですね。それによって、はい、大宮ゴールに、だいぶ近づいてはいたんですけども、最後のもう一つっていうところがね、足りなかったですね。60分は宮吉から一味、まあ、後半は特にね、この時間帯含めてこう大宮ゴールに近いシーンを、ね、京都作ってたんですけどもね、なかなかゴール取れなかったですよね、はい、そして62分の大宮になります。ファンマ運んでゴールイン、まあ、やはり粘り強く守ってる中で、やはりこうしたね、ワンチャンス、相手のこうちょっとした隙っていうところを、まあ、ファンマ選手は、ね、しっかりついてくれるので、ね、これは本当にチームとして大きな3点目でしたよね。ファンマの今季自身7得点目で3対1。これは85分の京都のシーンです。トゥーリオ、そしてもう一度トゥーリオから福岡のシュートでしたが、足を触って石川のクリアでした。まあ、至近距離からの、速いシュートだったんですけれども、塩田選手一旦ここでこうゴールマウスを上げてボールを奪いに行くんですけど、奪いきれなかった時に、まあ、すぐさましっかりポジションに、ね、戻って、まあ、シュート対応、まあ、ゴールに向かったボールに対してもディフェンスはしっかりカバーしてくれてたので、ね、しっかりとチームとして守りきりましたよね。そうですね。終わってみれば3対1大宮勝利、4引き分けが続いていましたが5試合ぶりの勝利を収めています。